ギリシア神話ポセイドン。ワタツミの贈り物。古代ギリシャの時代、神々が地上を支配していた時代がありました。その中でも、海と海洋の神として知られるポセイドンがいました。彼は力強く、時には気ままで荒々しい性格を持っていましたが、同時に海と航海者たちを守る神として敬われていました。ある日、ポセイドンは深い海の底にある彼の宮殿で、海の精霊たちと共に、地上の出来事を眺めていました。その時、彼の目に留まったのは、 小さな漁村が激しい嵐に襲われている様子でした。家々が崩れ、船は海に投げ出され、人々は命からがら助かろうとしていました。ポセイドンはその光景を見て心を痛め、彼らを助けることを決意しました。しかし、彼はただ力を示すだけではなく、人々に海との共存の大切さを理解させる方法を模索しました。彼は海の精霊たちに命じ、漁村を救うための計画を立てました。そして、ポセイドンは海の奥深くから美しい真珠や宝石を集め、 それらを漁村の人々に送ることに決めました。嵐が収まった後、漁村の人々は驚きと感謝の念を込めてポセイドンの贈り物を受け取りました。彼らは海の神からのこの善意を受け、海との共存を深めることを誓いました。その後、彼らは海の資源を守り、海洋生物と調和して暮らす方法を学びました。ポセイドンの贈り物によって、漁村の人々は海を恐れずに共存する方法を学び、ワタツミとの絆を深めました。そして、 彼らの共同の努力によって、その漁村は繁栄し、海との関係はより強固なものとなりました。こうして、ポセイドンの贈り物は漁村の人々に海との共存の大切さを教え、彼らの生活と海洋生態系の調和をもたらしました。